スタンディ・フリアン・アントニオ・ハビアーは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。1981年に17歳で、アマチュア FA として、セントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。2年間アパラチアンリーグでプレーして打率。264.11本類が、55打点を、残した後、 ロビー・ミーチャムと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2年間マイナーでプレーした後1984年4月15日にメジャーデビュー。メジャーでは7打席で1アンダーだった。シーズン終了後、リッキー・ヘンダーソンとバート・ブラッドリーとのトレードで、ティム・バートサスとジェイ・ハウエルとエリック・プランクとホセ・リーホと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍して、初年度の1985年は、 アスレチックス参加の AA 級チームのハンズビルスターズでプレーしサザンリーグでの優勝に貢献した。1986年5月20日にアスレチックスで初めてメジャーで試合出場を果たす。1988年はシーズン通して4人目の外野手としてメジャーに残っていた。そして自身初のポストシーズンだったがチャンピオンシップシリーズのボストンレッドソックス戦と ワールドシリーズのロサンゼルスドジャース戦の2試合で2アンダずつ放ち打率500を残しアスレチックスはアメリカンリーグ西地区優勝となった1989年はホセカンセコが左手首の怪我によりシーズン前半を離脱したため西右翼士として少しの期間ではあるがプレーしたスラッガーが離脱した1位のカリフォルニアエンゼルスと1.5ゲーム差だった チーム状態を抑止2年連続のディビジョンシリーズ優勝に導いた。自身2度目のポーストシーズンであったが2試合に出場したもののヒットは打てなかった。1989年のワールドシリーズでサンフランシスコジャイアンツにアスレチックスが対象したことによって父であるフリアンのワールドシリーズでの優勝回数が親子合わせて3回となった。ワールドシリーズ終了後、 アスレチックスのせいルイシュのトニー・フィリップスがフリーエージェントでデトロイト・タイガースと契約を結んだ。1990年にイシュにはマイク・ガイエゴとランス・ブランケンシップのプラトーンシステムの起用が目立ったが5月の真っ最中に二人合わせて打率144.1本類が10打点と散々な内容だった。そのためにの補強が急務とされたために5月13日に ウィリーランドルフとのトレードにより、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。カーク・ギブソンが左ハムストリング断裂で離脱を余儀なくされていたので、すぐに聖中堅守として起用された。ギブソンが復帰してからは、第4の外野手や代打に落ち着いたが、今までのシーズンの中で打率が最も高かった。シーズンの残りの期間で打率、316.7打点を記録しほとんどの打点が、 チャンスでのもので、シカゴカブスアトランタブレーブスモントリオールエキスポズ、フィラデルフィアフィリーズとチームを問わず打点を残した。1991年のスプリングトレーニングの際に3塁にコンバートさせるか試されたものの、その考えはシーズンが始まってからは放棄された。成績は前年より落ち、打率、205.1本塁打、11打点だったが、9月29日に、 サンフランシスコジャイアンツ戦で自身のアンダからサヨナラ勝ちを導いたこともあり、アンダを打つ能力は衰えてはいなかった。1992年中頃までドジャースは31勝42敗だったため再建モードに入った。その影響で7月2日にスティーブ・サンシーと後日発表選手とのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。 トレードされたものの7月2日は、ドジャースとフィリーズの試合だったため、移動の問題は、ロッカールームとユニフォームを変更するだけだった。試合では4打数3アンダーで1死球、1打点と、フルスから記録した。今までのチームよりも、レギュラーとしてのプレーが目立ち1992年の、フィリーズの試合スケジュールの残り74試合すべてに、出場した。シーズン終了後、 カリフォルニア・エンゼルスと一年契約を結んだ。1993年はスロースタートとなってしまい、オールスター休みまでに打率。220.0本塁が9打点だった。シーズン後半は前半戦に比べてはるかに調子も良くなっていた。8月6日のシカゴホワイトソックス戦では、自身のキャリアで一番といえる4打数4安打で1、死球2打点。 一得点を記録し、チームを勝利に導いた。また9月9日にデトロイトタイガースのビルガリクソンから5月22日以来となる本塁打を放ちアンダも3本記録した。シーズン終了の月である9月と10月に打率、387を残し、シーズン通しては打率、291まで上げることに成功した。1993年シーズンオフに、 小中堅守として、オークランドアスレチックスと2年契約を結んだ。1994年はストライキがあったにもかかわらず、キャリアハイとなる10本類打を記録した。1995年は56打点、81得点36盗塁といずれもキャリアハイだった。また36盗塁には28連続で成功した、分も含まれている。 1995年シーズンの活躍でアスレチックスは単年位100万ドルを超える契約を提案したが結局12月8日にディオン・サンダースの代わりの聖中堅守としての獲得を望んでいたサンフランシスコジャイアンツと2年で210万ドルの契約を結んだ1996年はジャイアンツでの最初のシーズンだったが7月16日に 右ハムストリングの針で後半戦を棒に振った。怪我した当時は、ボルチモアオリオールズのボビー・ボニーヤを目指していると、噂も囁ささかれた。1997年の初めは、自身の母が、異岸のために母国である、ドミニカ共和国に帰国する事態も発生した。その後は、ダリル・ハミルトンとのセンターでのプラトン起用や、アメリカンリーグとのインターリーグでは、指名打者として起用された。 7月12日のテキサスレンジャーズ戦で、ダレン・オリバーから3回に、本塁打を打ち MLB の歴史で、インターリーグが導入されて、初めての本塁打だった。7回には勝ち越しとなる二塁打を放ちチームも4から3で勝利し歴史的な試合となった。1996年のジャイアンツは100敗を回避したものの、ナショナルリーグ西地区で最下位だったが1997年は一転して、 地区優勝にこぎつけた。1997年のナショナルリーグディビジョンシリーズはフロリダ・マーリンズが相手だったが3連敗を喫した。自身は12打数で5安打、1打点、2得点だった。1998年はグレナレンヒルが FA でシアトル・マリナーズへ移籍したため、ナイトにコンバートされた。開幕戦となる。 ヒューストン・アストロズ戦では13回に3打点となるに、塁打を放ちチームも9から4と解消を収めた。2日後のラバーゲームとなっていたアストロズ戦では、キャリアハイとなる1試合で5打点を記録し、チームに勝利をもたらした。ジャイアンツは、突然9月に6連勝を連ねつき始めの5試合を、こう発信した、シカゴ・カブスとのナショナルリーグのメジャーリーグ・ベースボールの、ワイルドカード競争となった。 今季4本塁打を記録することになるが、6連勝中のコロラドロッキーズ戦で2本塁打を放つコレミオガシの活躍を見せた。リグレーフィールドでメジャーリーグベースボールワンゲームプレイオフが行われ89勝と並んでいたカブスに敗戦を喫した。プレイオフでは9回に向かうまでに5から0と負けていたが、その試合の初めての打点を挙げ、チームはこの回だけで3得点を叩き出した。 しかしながら、ワイルドカードゲームに進むことはできなかった。1999年ヒューストンアストロズは、ナショナルリーグ中地区で1.5ゲーム差をつけて、首位だったが、怪我人が続出していたため8月31日の、ウェーバー期限前に、プロスペクトの投手である、ジョー・メスマンとトレードされた。一席してからは、ラリーダーカーによって2番打者で起用され、打率、328で、 12試合で12得点をアゲアストロズがポストシーズンに進むことを後押しした。シーズン後 FA となったためシアトルマリナーズと契約した。2000年はマリナーズでコースタートを切り4月が終わった時点で打率343で16得点を記録した。ただしシアトルでの在籍中の2年間の最も活躍した月もこの4月だった。 6月4日のサンディエゴパドレス戦では、フィル・ネビンが放った、本塁打となるはずだった打球をフェンスをよじ登って、補給し本塁打を奪うプレーも見せた。2001年は、シーズン終了後に引退することが発表された。116試合に出場し、左翼手として、アルマーティンとのプラトーン起用が目立った。2001年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズの3戦目では、 ニューヨークヤンキースのアルフォンソソリアーノが放った本類打寸前の打球を跳躍しながら補給をしその後のチームの逆転の呪しを作った。また2試合目にはポストシーズン唯一の本類がをマイクムッシーナから放っている。2006年の第1回 WBC の野球ドミニカ共和国代表にゼネラルマネージャーとして参加し、2009年にも同じく参加した。 父のフリアン・ハビアーは二類種であり、1960年代から1970年代にかけてカージナルスで活躍した。また、1964年と1967年にはワールドシリーズ優勝を経験しており、不思議外でチャンピオンリングを手にしている。なお、スタンという名前の由来は、父の同僚のスタンミュージアルからである。ありがとうございます。